お疲れ様です。ラットラス。今回はですね、こちらの新兵隊ロイホグデッキをね、まあ、使っていこうと思うんですけど、あの、今ですね、この、ロイホグがもうめちゃくちゃ、めちゃくちゃってか結構流行ってますね。もうロイホグ環境が、まあ来たと言っても過言ではないぐらい、まあ、ロイホグがね、流行ってるんですけど、まあペッカロイホグだったり、メガナイトロイホグ。で、あとはミニペッカ、 ロイホグあの高回転の、あのー、多分ね、ある、あ、これですね。このロイホグ。まあ、ここはマジアッチャだったり。とか、また三重四ロイホグとか。だから、ババア入りのなんかホバリング入って、ロイホグとかも、まあ、とりあえずロイホグが流行ってるわけで。だから、ね、正直、ロイホグが強い。あのー、マジアッチャプラス、ロイホグプラス、まあ、ゴボリ。この辺の組み合わせで、あとなんかね、フリーにぶち込んどけば強いみたいな感じなんで、今回はですね、このね、あの、もうセパレート、セパレート、セパレートの、セパレート多めの、というかもうほぼセパレートですね。 セパレートロイ浪グデッキをね、使っていこうかなと思います。はい。というわけで、こたさん。はい。こんばんは。こんばんは。あの、僕のコメントで、まじで、前、こたが多分僕の動画にこう出たで、喋ったんですけど、コメント欄で、まじで何言ってるのか分かんない。これ、あの、待って、待って。あの、喋ってても本当に分かんないから、ちょ待って、やばい。あの、ちょっと、じこっとじこっとじこっと。本当にコメント欄で、えぐいぐらい、 さん何言ってるのか分かんない<え>本当に分かんないっていうコメントしかなかったいたまにチェックするも学校のコメンコが見たらおい見もう今もうゴニョ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 ハケま同じようなコメンコが出てしまうんでねマジでまあ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 でもこの視聴者さんからするともうあのマジで何言ってんだってなるかもしんないですけど、うん、あの僕 っていうか、あのポロスのみんなからすると、もうなんか、ずっと一緒にいるんで、も、ま、う、あ、慣れましたね、この活動も。だから、<laughs> 全然なんかもう、聞こえにくいっていうのは思わなくな,りなるぐらい、慣れましたね。ありがたい、ここに。うーん。うーんまあ、いいことだと思うんですけど。まあねね,ね <laughs> まあね、もうちょい、もうちょい頑張るす僕も。はい、というわけで、こたくんでした。バイバイ。 ババイバイはちょっと違うなまあまあまあでこれは基本的にセパレートしていくんですけど相手がペックですねペックに対してまずあのそうペックが流行ってるんですよ今はいはいはいはてはいはいはい、ね、て,ていは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 いがいは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 まあがいは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 いやいいはいいは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 いいは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 い なんでこの流行りのピックに対して勝てるっていうのがやっぱ強みなんじゃないかなと思いますねでここはまでいっぱいいるんであのファイブ打ってあげてやっぱオ俺のみなしがほぼ解けたんですけどでも左がいいファイブですねでこの間に気づけば左も削れていくっていうねなんで多分気づいたらなんか相手のタワー落ちてたっていうのがこのキありますうんはいなんで楽に勝てますこれ大事ですね楽に勝てる、まあ、クラルンにおいて、ね、まやっぱ楽に勝てるっていうのはすごい大事になってますね <laughs> これあの<ー>相手のペッカデッキは、まあ、ザップなんですよね。なんで、はい、そのそうこのこれアウトロがやっぱきついんですよね。でもこういう感じで攻めてあげるとまたね支援隊を適当にせっぱって防イできますね。これ5打っちゃっていいですね。<ー>このエレキと三角とかいっぱいいるんで。なるほど。でもユうのとかもあ何も怖くないでザップ。がえぐいあでもちょっと。まあ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 。でもこれはまたねセパレートアーチャーで。結果<っ><っ>は そうペッカーマジであのかわいそうなぐらい餌になっちゃいますね <laughs> 強いなぁだからこれもう一回ウトロログしちゃってケツペッカーと同タイムに交したらまあでも言うてこのああ相手のコースが優秀ちょっとやばいですねまあ本当気持ちねでもこの親衛隊を33にも分けれるんですけど端っこにやると42で分けれるんで42で分けてあげると、うん、結構ねペッカーとか抑えやすいですね 抑えやすいって言いつつ<構>若干の <laughs> 若干のあの気配が変わってますけどこれあれですねファ5ボトンマジでなんかそうペッカは楽ですペ、うん、<laughs> ッパゲ稽古ばっかりがからもう,うでこれ見てください相手あっちにペッカ出したんで今逆イにも「はいはい、インゲー!」って言ったの多分ガールをこれそう <laughs> ゴーストでやってくるんでまあそれはちょっとしょうがないんですけど だからさっきからこの攻めがよくないまであるっすね。この攻めをするから、<laughs> なんかね、若干危なくなってるまである。でも、守れちゃって言うからいいんじゃない今は。いや、でも、この、<メ>やばい。3号やばいっすね。<や>ここはファイブ打ちます。よいしょ。<laughs> ファイブ打って、ガゴさえ飛ばしてあげると、オッケーっすね。なるほど。で、この工場は、正直、あ、馬場は許容でいいっすね。というわけで、次はアウトロロイフがあんましたくないっすね。さすがに。どう攻めるんで、すかじゃん。 まあ、とりあえずも相手もペッカ出したら逆イ攻められるって分かってるんでそう相手ももうペッカ出せないんですよねな,なんで僕もこう出していくと中継の数で僕が勝てちゃいますねこのへえ8枚あー待ってこのガールガールとかアーチャーをほんと新衛隊でねやっぱ後ろにいさせたいんでこれ OKOK これで OKOK もうこれ固め出ししちゃえば。 1> 取りますね、で1個もうマジ何もしてないけどペッカ溶けたんですよ。え待ってえぐいんだけどちょっと。えー、もうすごい不正直うまい、はい、うまいプレー何もしてないっす。え、は、ぐ、い、くかは置い回いてでも強い。まあねあの後ろからアーチャー出して親衛隊セパして、まあ、真ん中の辺に間違いなく出すか、まあ、出さなくてもロイフグセパってもいいんで。かそれ攻めて。 新で受けるか、まあ、別にアウトローもその受けがあるんで受けがやっぱ豊富なんで結構攻めれるしかも受けからも受けられるんで別に攻めすぎたなーって思ってもアウトローとかで守れちゃいますしじゃあまああんまり僕がおよほぐか使わないんがてど使えるまあ小谷はちょっと厳しいですね <laughs> なんげーでこれ問題ラバーっすねラバーまあとりあえず。 左固めの、あはあ<ー>、これ正直あの、おつらみ申しゲーミングですね。このバルーンがちょっと厄介ですね。内側で釣りつつアーチャーで、なんですけど、多分一発は入りますね。で、一発なら、一発なら全然、抑えたまでありますね。OKOKOK。で、この残ってる前に、本当あれをつけたいんですよね。ややかげそう、ややつけたいんですけど。 ないんで、親衛隊つけて。親、えー、そう、多分このアーチャーだけでうざいんですよ、相手は。なんで、ここに、相手はファイブとかもっちゃいし、ワンチャン、そうそうそう。オッケーオッケーオッケー,オッケー。なんで、まあでもこの墓石がちょっと厄介ですね。まあでも、遊泳、このダメージ入ってるんで、しかも両サ入ってるんで、まあ、ラバル形作られると、やっぱあのね、あれっす、あれ。 あれね、そう、1個はやっぱ折られちゃうんですよね、最後の最後なんで、こっちとしては、まあ、1個はね、折られていいんで、2個取るプランでもう行きたいですね。あ、もう両方削っていくっていう感じそうですね。あ、これ欲しいですね。で、大体、ファイブザップの多分テンプレですね、結構昔から存在するやつだと思うんで、あんまり固めたくはないですね、ファイブ持ってるんで。というわけで、まじでこれ、セパゲーします。セパゲーするんですけど、 まあ、1500の骨が狙、ね、敵だいですね、さすがに。アーチャーとかはワンチャンもあれよ、ラバーの処理用に左下固めてもいいかもですね。うん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 。で、セパーしつつ、で、OKOK。あァイ、うん、5, 5ザップまで使ってくるの美味しいっすね、マシ。で、これもう5割ぐらい置いてあげて、ファイブ使ったんですよ。今、相手ファイブ使ったんで、ここで,ななここでもうマジアジア出せる。OKOKOK。いいっすね。オッケ k いいいやらら。ここでまた一手ァイブ使ったんでこのねア,アウトロが一キロ。オッケー,ッケー,ーいやーでも四百三十が結構やばいですねダメージがまあ言うてオッケーこのセパゲーですねマジでセパゲーしてでも,で、ね、でもう一回新兵隊セパってじゃなくてロークセパってオッケーオッケーこれもあの真ん中いっぱいいるんで

まあいけてましたね。まあ両方続毒系かっけそう。まあそうですね。あのまあファイボとかポイズン枯渇デッキっていうのはすごいありますね。だからアウトローにもファイボ打ちたいし、ザップとかであるならば。ってか、打っとかないんで、今あんまり。うん。まあないこともないんですけど。ちょいそう。新兵隊にポイズン打ちたい。アーチャーにファイボがポイズン打ちたい。で、マジハチャにファイボ打ちたい。っていうので、やっぱ結構。で、ロイホグもね、ファイボとかで防御結構したい場面もあると思うんで。まあ絶対ドッかは生きてくるんで。おぉ。 あえてしょっぱいのジャイですね。で、これ、まあ、ジャイだったら基本的なプリンスとかがあるんで、新衛隊が欲しいんですけど、うん、回ってないですね。<laughs> ネクストにもない。そう。若干ね、重たい、重たいんでね。それはちょっとお辛いんですけど、まあでも、その代わりにゴボウリとか、アウトローとか、今日陸受けがね、豊富なんで。 全然違うんだけど、俺の言ってるのと。スパーキーですね、相手。ちょっと違うな。これは、まあ、シンプルにスパーキー出されたんで、逆イをね、まずはこう、攻めて、プレッシャー与えていきますね。おーい、えー、なるほどね。で、問題は、この、親衛隊をどうするかっていう。親衛隊じゃなくて、スパーキーですね。スパーキーでも、親衛隊で囲んじゃえば、数の暴力できると思うんですよ。確かに、CGO もあってあ。あ、でもこれ、やばい。あの。目が側がやばいあ。あ 終わりましたね、これ。まあでも、まあまあまあ。まあ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 。まあまあまあ、そういうこともありますね。アイランデッキーこれで、まあ大体分かったんで、一回メガナイトの攻撃は受けて、このね、のダメージ層若干強要してからの、このガール生きてるんで、これをうまく生かしていきたいんですけど、メガナイトとスパーキーがあるんで、まあやっぱ、そう、両サイどっち攻めてもどっちも来るんで、おー、ーなるほどね。でも、い 今はメガナイトが回ってなくて、来てスパーキーなんで、はいはい、今がちょっとチャンスで、ね、まあ、血剤多分来ると思うんで、その瞬間にまあ、ローフで攻めて、おなるほどね。ねまあ、来ても遅れてスパーキーなんで、多少のダメージは稼げると思うんですけど、形をいいか、うぇー,うー回転早いっすね。まあまあまあ、でもここは、ここは全然守れますね、ここはまだ。守りで、はい。大丈夫みんなスインパーンってなれない。全然、全然、全然、全然。 なるほどね、ウィザードウィザードは親衛隊でなんか、なんかすごいこれ、絵がすごいね、これもうなんか今。なんか一体一体が戦ってる、<な>ん <laughs> みんなが戦ってるみんなが。でも、そう、問題は、そう、あれが厄介なんで、リセットがないなさあ。そうリセットがないんで、さすがにスパーキーが突破できないんで、逆イ突破したいですね。おっけおっけ、エレキサイトた。これメガネで降ってくるかな、ワンちゃん。いや、あるある、おっけおっけ、いい。抜いてるで、これ、ゴボリディック受けてあげて、 なほど。で、ターゲー取ってる間にアーチャーで処理して、けおっけで、このメガナイトは、まあ、殺害キングもやばいんでね、アウトロード受けるんですけど、問題は、この、11が。<laughs> そう、同サイドっていうのが辛いんですね、これマジで。はい、結構後ろからスパーキーが来るもんね。うん。まあ、でも僕も後ろから行って、で、ウィザーとかはハイブッドで処理したいですね。で、あのスパーキーは、貫通をうまく利用して、 相手はファイアブとか今持ってなかったんで、このジャイを殴る、この辺を利用して、どうにかダメージ削っていきたいんですけど、エイムが、エイムが、絵<ご>がすごいマジ。<laughs> うお <ー S 1> もういっぱいでいっぱいで、やばー待ってなんかカオスすぎる、これはやばいっすね、さすがに。さすがに。そうですね、あの、たぶんスパーキーかメガネヘッだけのどっちかだと、ちょっとね、いけたかもしれないんですけど、さすがにこの、 さすがにこの範囲攻撃2枚積まれるとっていうやつでしたね。<う>はい。というわけで、ちょっとね、最後これ、<laughs> えぐいな,な,なーえぐいのに負けちゃったんすけど、まあね、これ、結構、あの、テンプレのね、流行ってるペッカとか、なんだろう、普通にあの、メガナイト系にも全然勝てるんで、ぜひね、これはおすすめ、そう、結構いいと思ってね、ぜひね、皆さん使ってみてくださいっていう感じで、こういう感じで終わりにしたいなと。はい 思います。はい、はい。コとチャンネル、概要欄、ぜひ、はい。お願いします。最近言うて、ほとんど貼ってないんですけど。えマジ多分貼ってると思うんで、ぜひそちらから、もコとのね、動画見てみてください。では、お疲れ様でしたお疲れ様でした